12月の21日に、子猫を産んだアンズです。アンちゃん、子猫を産んでから何回かは発情来てますね。今も発情中です。キャットニップ入りのボールで遊んでます。子猫ちゃんもね、キャットニップ入りのボールでさっきまで遊んでたんですけどね。あんちゃん、あんず、あんたもキャットニップ好きやな。ね、子猫もキャットニップが好きです。キャットニップというハーブですね。中に入ってるのが、このボールの中にたくさん入ってます。